ふぃー、食った食った。腹いっぱいになるまで食ったのなんて久しぶりだぜ。たく、みっともないやつだな。まるでまともなものを食ってないみたいじゃないか。みたいじゃなくて食ってねえんだよ。国元でいろいろあって田畑から百姓が逃げ出しちまってさ、どこの田んぼも畑も荒れ放題。四国の鬼とやらはまだ来ぬようだな。そうだな、何かあったのか。途中で道に迷ったとか。皆が皆あなたのように間抜けなわけではありませんよ。十騎衆をバカにしないでいただきたい。なんだよその言い方、まるで俺に喧嘩を売ってるみてえじゃねえか。そう聞こえましたか。そんなつもりは全くありませんよ。あなたの一族の勇猛さは聞き及んでいますが、人材不足に関してはいかんともしがたいようですね。ちょっと待て、俺のことだけならいいんだが、一族のことまでバカにされたら黙ってられねえぜ。頭を冷やせ。バカにされるのはそうやってすぐにカッとなるからだ。お前もバカって言うのか。すまない、最初はバカではなく間抜け呼ばわりだったな。カズヤ、シン、千歳をからかって遊ぶのもその辺にしておけ。おや、からかうとは人聞きの悪い。私は純粋に千歳の一族の将来を憂いているだけですが。しかし四国の鬼はどうしたのじゃろうな。まさかとは思うが、人間の厄介ごとに巻き込まれたのかの。巻き込まれるも何も、今人の世では戦も起こっておらぬはずだが。そうですね、今のところは。これから起こる可能性は大いにありますけど。ええ、起こりますよ。かつてない大きな騒乱がね。あなたをめぐっての恋のさや当てです。戦に人も鬼もありません。人の始めた戦のように私たちも戦に巻き込まれてしまうかもしれないのです。ここにいる全員がその戦に巻き込まれてしまうでしょう。いえ、自ら戦いに赴くかもしれません。我々の中で誰が一番あなたにふさわしいか、これから戦って決着をつけようと思っているからですよ。ダメだ、もう我慢できねえ。シン、世間知らずの女鬼をあんまりからかうんじゃねえって。そいつ本気で信じ込んでるみたいじゃねえか。
シンはこういうやつなんだよ。こいつの言葉は9割9分9厘、冗談だと思った方がいい。お嬢が知る必要ないことだ。話を聞かせるぐらい構わないのでは。彼女はただの女子ではない。鈴森家の棟梁という身の上なのですし。それに、もし八瀬姫から告げられるお言葉が我々の予想通りだとすると、後でこの話を聞くことになるんでしょ。聞かせても構わんのではないかの。人の世のよしな仕事を聞いたからといって判断を誤ることはないじゃろ。そうじゃな、話を聞かせるぐらいなら構わんか。なるほど。面倒な説明は私の役目ということですか。わかりました。お教えしますよ。とはいえ、私もそこまで人の世の事情に通じているわけではありませんから、そのつもりで聞いてください。昨年亡くなった豊臣秀吉という人間のことはご存知ですか？なるほど。では、彼に対する説明は遠慮なく省略させてもらいますよ。あなたもご存知の通り、彼は人間にしては割と頭が回る部類で、生前は栄華を極めたのですが、親族との縁が薄く、なかなか子宝に恵まれなくてね。晩年、ようやく生まれた実子の秀頼はわずか8つです。今後大混乱が起こるのは間違いないでしょうね。もちろん秀吉は秀頼を後継者とする道をつけていたようですし、他の大名たちとも契約を交わしたはずですが、人間というのはあなたもご存知の通り、不義理という言葉が着物を着て歩いているような生き物ですからね。生きている相手との約束ならともかく、死んでしまった相手との約束を守るのは相当難しいことのようですよ。それに、この乱世を生き残った戦国武将たちが、わずか8歳の子供におとなしく従うとも思えませんね。まあ、秀吉も信長が死んだ後は似たようなことをしていたようですし。親の因果が子に報い、といったところでしょうか。実際、五大老筆頭の徳川家康が早くも野心をむき出しにし始めていますよ。何だと？
徳川家康が野心を抱いているだと。一体何を根拠にそう言っているのだ。何を根拠にと言われても、京や大阪の町は次の天下人は家康だという噂で持ちきりですよ。そんなのは根も葉もないデタラメだ。人間というのはそういった話を面白おかしく触れ回るものだからな。その話なら俺も聞いたことがある。家康以外の大老や奉行で謹慎させられている者が何人もいるのは事実のようだし、信憑性は高いな。何？家康も秀吉が生きていた頃は豊臣家の一番の忠臣のような顔をしていたらしいですが、人間など所詮一皮むけばこの通りといったところですか。家康が天下を狙って動いてるとは言っても、他の大名たちは納得しねえだろう。もちろんですよ。だから近々大きな騒乱が起こると言っているんです。この後八瀬姫から告げられる内容もそれに関わりがある話ではないですか。夜風に当たってくる。夜風にって今1月だぜ。寒くねえのかよ。多くのものを求めず、今持ってるもので満足するか。そうできりゃいいんだろうが、それはあくまでも食っていけるだけの余裕があればの話だよな。千歳の郷里だけではなく、西国の者は皆似たような状況に置かれているはずですよ。朝鮮出兵での戦費の負担や、それに伴う年貢の増大、百姓の逃亡で、西国の大名は軒並み破産寸前ですからね。人心が荒廃すれば、人里近くで暮らす鬼の一族も無関係ではいられませんし。その理由については誰もはっきりとは分からんらしい。大名たちに恩賞として与える土地がなくなったから海の外にその土地を求めたとか、あるいは本気で中華の皇帝になるつもりだったとか、いろいろと噂されてはいたかな。まあ老衰のために判断がおぼつかなくなったという説もありますがね。キリンもおいてはダバに劣るですか。
どちらにせよ、我らには何の関わりもないことだ。遅くなってしまって申し訳ありません。みんな、遠路はるばるよく来てくれました。聞いていた通り、四国の鬼の棟梁はまだ来ていないようですが、彼には後日、改めて知らせることにいたしましょう。問いたいことというのは？十騎衆全員に召集がかかったのですから、茶会や法要のために呼ばれたわけではないのでしょうが。あなた方に尋ねたいことがあります。この中に人間と関わりを持っている者はいませんか？関わりを持つなって言われても、話もするな、そばに近寄るなっていうのは無茶だろう。今の日の本は人間が仕切ってるんだし、全く関わりを持たずに生きていくなんてできっこねえ。俺の場合、あんたの予言を聞くためだけにしょっちゅうここに来れるわけじゃないしな。俺も漂泊のものって身の上だから、人間と関わりを持たないわけにはいかない。我が一族もさほど裕福というわけではないからな。飢饉の際に食料を分け合ったり、どこで戦が行われているかを把握するのは生きていく上で必要だと考えるが。私はそういう話をしているわけではありません。生存のため、一族の安泰のために、人間と最低限の関わりを持つことまで禁じているわけではないのです。ただ、祭りごとに関わったり、人の世の歴史を大きく動かすようなことをしてはならないと言っているのです。いくらなんでも、そんな真似をする不心得者はいないはずですがね。もしいたら、その者が手を貸している大名はとっくの昔に天下人になっているはずですから。我々にその質問をするということは、八瀬姫は我々を疑っていると解釈しても構わぬか？それは。どちらにせよ、十騎衆全員に召集をかけるような内容の話だとは思えませんがね。久しぶりに都見物もできましたし、その点では有意義ではありましたが。姫からの話ってのはそれだけなんだな。じゃあ俺はそろそろ里に戻らせてもらうぜ。俺も野暮用を仰せつかってるからよ。悪いが、これで失礼させてもらう。警告します。もし人間と関係を持っている者がいるなら、即刻関わりを断ちなさい。
まあまあ、みんな待ちなさい。里に帰るとは言っても、もう日も沈んでしまっておるじゃろう。大阪の方でも何やら騒ぎが起こっておるようじゃし、今夜はここに泊まっていったらどうじゃな。何言ってんだよ。鬼の棟梁相手に追いはぎをやらかす命知らずなんているはずないだろう。万が一ということもある。年寄りの言うことは聞いておくものじゃよ。そうですね。私は別に今すぐ里に戻らなければならないというわけではありませんし、もし差し迫った事情があるのなら帰郷を急ぐのも仕方なきことと思いますが、そうでなければ沖縄たちのお言葉に甘えては。俺の方は急いで帰らなきゃならないってわけじゃないが、お前たちはどうなんだ。どうしてもって言うんなら事情を話して先に帰らせてもらってもいいと思うが。俺もまあ一晩帰りが遅くなったところで問題はねえけどさ。そうだな。では一晩だけ厄介になる。今夜は賑やかになりそうじゃの。若い者と飲むのも久しぶりじゃわい。あんたは飲みすぎだ。健康のため酒を控えろと里の若い者にも言われておるではないか。で、俺たちはじいさん方の長話に朝まで付き合わされるってわけだな。ま、たまにはいいか。ちょっと疲れてしまったみたい。私は先に休ませてもらうわね。そんな、いいのよ。せっかく他の棟梁たちが来ているんだし、いろいろ話を聞かせてもらいなさい。